完璧な人間なんかそもそもおらんけんね、大丈夫よ。と、完璧からは遠い存在の人が言っています。ほい、という、ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。やり直さないの。早速マンション、お？え、アユナにハートマークがあるんですけど。ほら、なんて格好だよ。なんて格好なんだよ。切ない。誰相手？実は私、奈良も吉春も好きなんです。うん。どっちに告白すればいいでしょうか？どっちも相手いなかったっけ？いたよね、普通に。え、相手どっちもいるよね。ちょ、待って、じゃあ当たってくだけますか。どんな感じで告白したらいいですか？必死に。告白する場所はどこがいいでしょうか？この格好で、この格好で必死に告白って超怖くない？この前に着替えた方がいいですかね？これでいいんじゃないかな、もう。このままでいこう。告白成功より受けの方を選びましたね。いってらっしゃい。よかった、親友はちゃんとはるちゃんのまんまや。なんかちょっとね、危うい感じになっとった気がするけど。こんな相手に呼び出されて。付き合ってください。あなた好みの女にここからどうやってなるんだ。ん？誰？わかめちゃん来た。マジで？なださんモテモテ。本当にあなたも好きなのは私です。確実に右側選ぶよね。いや、私の方があなたのことも好きに決まってます。どう考えてもわかめちゃん選ぶよね。選ぶとしたら。ちょっと待った。お？三人目？いや、それはさっきからわかってたんじゃないのか、普通に。本当の本当にあなたのことが好きなのは、よい子です。いやいや、いやいや、多分屋上に入ってきた時点で、あそこに寝転がっとるなっていうのはわかるよね。誰も選ばないよ。ごめんなさいだよ。全員ごめんなさい。でもよかったね。なんか個性的なアイナだけじゃなくて、ちゃんとまともな二人が来てくれて。こんなやつにって感じやし。まあ、そりゃそうだろうな。振られちゃいました。まあ別にあれやろ、リベンジはせんねやろ。韓国冷麺で踊って忘れよ。韓国冷麺食べて踊って忘れられる子って一体。どうぞどうぞ。さあ、これでもう綺麗さっぱりね。綺麗さっぱりになるけん大丈夫。またこれで新たな恋に向かって進んでいくよ、あゆのは。大好物だったようです。はい、オッケー。すっかり立ち直りました。この一人目は落ち込み度とかなるけど、後から来た二人はね、全然落ち込まんっていうのもなんかね、どういうことなんて感じやけど。実用品フライパンをもらいました。ありがとう。はるちゃんは心の友です。はるちゃんとは信頼してる。お、よかったよかった。ちゃんと関係は持ち直しているわけだね。良きだ。さあ、じゃあ、あとは、ハートマークはもうなさげ。クイーン、めっちゃ震えよる。そりゃこんな部屋だったら震えるよね。大丈夫か。こんにちは。こんにちは。ユーカに友達になってほしいと言われたのですが。喧嘩じゃなくてよかったわ。いいんじゃないかな。ではちょっと話もしてきます。いってらっしゃいまし。さあ、ちゃんと友達になれるのだろうか。何にびっくりしたの？目の前にいたからかな。どうだ？お、よかったよかった。最近なんかこう友達の輪が広がっていくの少ないような気がするんよね。でもなんかいつの間にかみんな繋がっとるけど。気が合いそうだったので友達になりました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。うちは歯ブラシのことならいくらでも語れます。歯ブラシのことならどういうことだ。
なんかこの間普通の歯ブラシをあの音波歯ブラシに変えれるみたいな、なんかそういう機械みたいなの売っとるの見たよ。普通に電池で動くやつらしいけど。あれってどうなんやろ、自分でなんかね、ゴシゴシ磨かんかったら磨けとる気がせんような気がするんやけど。だって要は音波歯ブラシとかってあれやろ、電動歯ブラシ、なんか歯に当てとったら振動で磨けるみたいな感じのやつやろ。なんか手動かしたくなるよね。そこは自分の手で高速に動かすんだ。なんだどうしたんだ。今ちょっと不機嫌です。まあまあ落ち着いて。飽きと喧嘩しました。飽きちゃってことは、あれ今ゆりさんの上の階の人もなんかね、友達マーク出とったけど違うってことか。仲直りして、じゃあこの間も沈めてください。三色団子で機嫌は治りますでしょうか。はい、どうすか。すごく美味しかったようです。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。じゃあゆりさんの上の階の人は何やろ、喧嘩かな、別かな。またこの間はごめんなさい。さあちゃんと仲直りできるのか。よかった速攻でや。速攻で仲直りやった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。お礼にこれもあげます。はいはい、実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。毎日寝る時間がだいたい決まっています。まあだいたいきっとみんな決まっとんじゃないかな。まあ休みの日と平日とっていう違いはあるかもしれんけど。お、友達マークが増えた。あ、なるほどね、喧嘩じゃないんやね、よかった。じゃあアッサン入ります。あゆなのそっくりさん、また会えて嬉しいです。もちろん、全然会いに来るよ。あずさに友達も紹介したいのですが、ミネットも紹介するのはどうでしょうか。いいと思います。二人が仲良くなるにはどんな話をすればいいでしょうか。あずささんとミネットさん、どうだ、趣味、世間話で行こう。わかりました。ほい、では二人も呼んできます。いってらっしゃい。これさ、間に立っとる人は一体どういう感じで紹介しようんやろうね。お、なんだか話が合っていないような。ミネットさんの方がずっとハテナになったんやけど。でもあずささんはずっと喋りよるね。あ、ダメだったっぽい。マジか。まだ友達にはなりませんでした。うん、世間話でハテナになってしまうとは一体どういうことなんだ。1月は今年も頑張ろうって気になりますね。そうな、1月はね、なんかこう年が明けてすぐやけん、いろいろと目標を立てて今年こそはこうしようって思うんやけど、結局ね、全然続かんかったりするんよね。あの、特に日記とか。今年は毎日日記をつけようって思って1週間持たんかったりとかよくあること。はい、携帯電話でもどうぞ。道具、携帯電話をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、オルゴールをもらいました。ありがとう。さあ、そして、ニノさん。入ります。前に回ったのに顔が見えなかった。2週間ぶりくらいですか？あ、久しぶりです。あれ、そんなに経つっけ、前回から。一週間くらいなら、お久しぶりではない。いいんじゃないかな。では、ちょっと話をしてきます。友達の輪が広がるのは良きことだよ。めっちゃルンルンで待ちよる。喜んどるね。いいね、いいね。ニコニコやし。あんだけ喜んでもらえたら嬉しいよね、尋ねた方も。お、友達になった。うまくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。よ
かったよかった。お、レベルアップってことで、フラダンス入門書、はい、どうぞ。道具、フラダンス入門書をプレゼントしました。これにこれもあげます。ほいほい。実用品、旅行券をもらいました。やった、ありがとう。仕事が充実していれば他のことはどうでもいいです。みんなあれから年末年始どっか旅行とか行ったんかな。私は今年は行かなかったんだけれども。はい、コーンフレークどうぞ。いただきます。もう家でゴロゴロして、あとは初売りとかにめっちゃ行った初売りで動き回ったけん、いい運動にはなったんじゃなかろうか。遊びませんか。はい、遊びましょう、遊びましょう。食べ物のお宝シルエットクイズ。シルエットに表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。シルエットクイズ第1問。第1問。これは何でしょう。全然わからん。たい焼き。答えは、でも上にカップが乗っとるかも。うわ、わからんわ。あ、そっか。コーンスープは普通にお皿にやっなっとるんやっけ。カップじゃなくて。ぜひぜひ。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。トイレットペーパー大事やけんね。紙がなかったら不健けんね。ほい、それじゃあ、リボちゃん、入ります。お、リボちゃん、リボン取った？そんなに経ってる。今回は本当にお久しぶりですね。紹介や紹介。思うのですが、ユニポンとくっつけるのはどう思いますか？え、ケイスケさんとユニポンちゃんって前もじゃなかった？前もじゃなかった？それでは、え、ちょっと行ってみる？確か前もデートとかしたような気がするけど、気のせいかな。あれ違う人やったんかな。誰やったんや。今のところちょっといい感じですけど、あ、おお、でもスンってなった。もうすでにスンってなった。ダメか。あー、会話がないよ。ほら、もうダメや。もうダメだ。話すことがなくなってしまったんかな、最初だけで。つらい。今日はありがとう。こちらこそありがとう。やっぱりアスムじゃないとダメなんじゃない、ちょっと。リボちゃん悲しそう。しょうがないよ。うん。まずは友達から始めるようです。あ、でも友達からは大丈夫なんや。おう、全然ダメなんかと思った。完璧でなくてもいいんです。完璧な人間なんかそもそもおらんけんね。大丈夫よと完璧からは遠い存在の人が言っています。はい、それじゃあ今回は久々に歌。おお、なんだ、誰だ。ちょっと聞いてもらえます。誰だ、あきちゃん。あんだ。ちょっと待ってね、まだ旅立てないんだよ。一応ね、3人ぐらいは旅立ったんやけど、それだけしか旅立てんかった。それじゃあ今回は久々に、歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、それを聞いていきたいと思います。ってことで今回の歌は、前にも一回歌ったセザグラシーズ国のみんなで、前の歌詞の続きやね。キングの結論。前回このグラスイズ国のトップの争いっていう曲やったんやけど、今回はキングの結論。ストーリーがちょっと進みました。ゆりさんが送ってきてくれた曲ね。演歌です。ウロンを重ね導いた答えはなんとか君めんな
ネを配る。これなら金の目だね。コレクションも増えるし、他人のお金も無駄じゃない。ハルトキングはあんな絵だ。はい、その導いた答えが正しいのかどうかはわからないけれど民にメガネを配る、すごいな、経済力が。メガネってなんか高いやん、ちょっとはい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてって。夜空さん身長高いな。なんかこう見たら高いね。今日は 26,590 円集まりました。ありがとう。お、女子会が開かれとる。あのさ、幸せって何かな？理由。あ、そっか、別に慰め会とかじゃないよね。誰が落ち込んどったっけって一瞬思った。花束に囲まれる生活が幸せ。でもなんか一回ぐらい花束欲しいなとは思う、ね。一回ぐらいね。な、毎回はいらんけど。花とかもらうことないやん。ある？普通の人はあるんじゃないですか。はい、それじゃあ、ミーニュース見てこう。気になりました。ミーニュースを伝えします。お願いします。メロン製品は普通の人ではなくて、そんなユニークなクレーンで UFO キャッチャーめっちゃ好きなんよね。今年も私お正月に UFO キャッチャーめっちゃしまくったんやけど、もうインスタに上げたやつラムちゃんが撮れたのがめちゃくちゃ感動したっていう。なんか意外と大きいぬいぐるみとか撮れるんよね。あれ年末年始だけなのかな、普段からなのかな。普段全然ゲームセンターに関係よくわからんねえけど、努力は認めますけどね。何の努力だ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、てことで住人さんもそうやし、歌の歌詞もどんどん送ってください